ロマンスは、塚公平の儀曲。いつも心に太陽をと大いしパルコ西部劇場、平田光一人会として1979年2月8日に、初演、平凡パンチ1979年3月26日号に、掲載の後、1982年4月刊行の、蒲田更新曲儀曲、塚公平新作集に収録された。ロマンスとして、改題、改訂され、 北区、塚公平劇団第4回公演として1997年に再演された。塚自身により小説化され、1999年に日本テレビ系列でテレビドラマ化されている。新人ジャーナリストの水木は、オリンピックの有力候補である水泳選手、茂への取材を通じ、互いに惹かれ合い、付き合うようになる。ある日、 全国大会が行われる沖縄で、シは幼馴染みの淳平と再会。だが淳平はシに対し、友情以上の感情を抱いていた。ロマンスと題し短編小説として、野生時代1979年3月号に、掲載の後、短編集、いつも心に太陽を、に収録され、その後、青春倒産の恋物語と解題して、 長編小説化され1986年6月に角川書店より刊行された。ロマンスへと、再び海外志向文社文庫より1998年7月に再刊、翌1999年に日本テレビ系列でテレビドラマ化されている。1999年4月12日から6月28日まで。 日本テレビ系列で毎週月曜22時22時54分に放送された読売テレビ放送制作のテレビドラマである、塚公平の舞台、いつも心に太陽をおもとにしており、帰宅、塚公平劇団も協力していた。ありがとうございます。